地方、円満対談ゼロ、終わってる。功労者たち、ソフトバンクを長きにわたって支え続けた功労者が、次々と対談している。この写真に写っている4人の選手たちは全員が円満対談ではなく、対談すると決まった選手たちだ。本当に切ない。この頃の時代はもうない。当時が一番好感を持ててた。この時代は楽しかった。どうしてこうなった。そして誰もいなくなった。マジで信じられない。好きだった選手たちが、次々と退団するなんて誰も思わなかったよ。辛い、大好きだった。強いホークスの象徴だった選手たちが、ガチでフロント終わってるだろ。マジで笑えないんだよね。誰もいなくなったの草も生えないレベルだよ。キータもホークスで引退試合するかわからん。もう終わりだよ、この球団。この記事を見て思ったことはコメント欄へ。高評価もぜひ、よろしくお願いします。